将軍徳川太子は大流行しているカップヌードルの禁止を発令。その将軍の誤解を解くため、松前藩から三船王が、久留米藩から根室王が江戸城に向かったのであった。盛り上がっていて楽しくないはずがないよ。最高のショーだったろう。